皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も魔王文明団遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ついにゴーストシップに乗り込んだ海賊3人組プラス主人公4人組、ダイカルズブランドはどこに隠れたまんまですね、はぐれたまんま。さあ今日はこの探索家ミッチーしていきましょう。あと 3A ね、戦争だっけ。そこに一体何があるのか。で、プラス女性の幽霊っぽいやつ。I just can't believe this is happening. What the hell happened to Brad? You think he's still on the Duke? Your guess is as good as mine. どうだろうね、ここに来ない方がいいよ、ブラッドは。ただ彼がそのメンバー生存のフラグになるのか、キーマンになってくるのか。こっち行けるんだよな、こっち。If by that you mean the terrifying sound, then no, I didn't hear anything.これ順路どっちなの？ Was it something moving? Something moving would make that sound? Sure. まあネズミだけど。I am so freaked out. It's okay. I'll protect you. あ、これこっちなんだ。ちょ待って。で、じゃあそっちは、あっちの行き突き当たりね。あれ気になんだろう。What is this place? Engine room? Well, is there anything we can use down here?あ、行き止まりか。そう、ここね、スマホあったとしても多分電波来ないもんな。海の真っただ中。ん？ここで A ボタン。This place is fucking massive. Fucking massive. めっちゃでけえ。ここの制作会社、確かスーパーマッシブゲームだったかな。最近ね、VR 作品も作ってるみたいね、精力的に。VR ね、どうしようかな。いつ買おうか。Hello! Who are you talking to? But you don't hear that? The whispering. I don't hear anything. Except this old junker wheezing and creaking. さあ、ドキュメント。本か、聖書とかではない。なにこれ、なんでもないのこれ。おい、ヒラ君か。あ、日記かなですね。6月19日、貨物層1における構造上の脆弱性およびいくつかの亀裂について問題箇所を特定した。必要な溶接修理を行うよう修理工に指示。特に悪天候では船に負担をかけないように操船するよう船長に進言した。無理な航行は船の破損を引き起こす可能性がある。で、次、6月20日。最近発生している電子装置の不具合についての苦情に対処。いくつかの部品のメッキ表面にウィスカが発生していた。洗浄を行い、ハンダ接合部に鉛を追加したことにより、装置のショートは収まった。ウィスカの発生も今後は鈍化するだろう。で、次ページ。あ、あるんだ、やっぱり。エンジニアズロック。We totally fucked.6月21日、燃料オイル、その他の液体物について、毎週定例のエンジンルームの総点検を実施したところ、死んだオイルのレベルが規定を下回っていたことが確認された。エンジンルームのスタッフには、1時間ごとの点検を慎重に行い、圧力低下が認められた場合は、必ず機関士に知らせるように忠告した。で、次、6月22日、前の火災に激しい雷雨に遭遇。落雷によって、デッキ上部の巻き上げケーブルを伝って何度も悪放電が起こり、ウリスが焼けついてケーブル数本が破損した。落雷によって生じた現時点での一番の問題は電子装置であるとの報告があった。おそらくメッキに生じていたウィスカが問題を悪化させたと思われる。海が荒れていたにもかかわらず構造的な被害は報告されていないが、要徹して入念な被害調査を行う必要があるだろう。この落雷パート1だったね、あれか。で、次もないか。戻って、この前、これもないね。あの落雷によって封印が解けたんだ。 3A の。さあこっち行くよ。他に何もねえ。こっち。 Oh, this is nice. I wonder where everyone went. さあここも探索可能。 Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. 待って、ここに、そう、これ何？何これ？
あ、骨か。ネズミのあれか。頭蓋骨。これあれか、テーブルか。カードゲームの。ここにも本あるけども、あ、これも認識かな。今回それ、ね、ちょっとドキュメント多そうね。これもタイトルなし。で、次、12日木曜日。船長は航海中の先をご法度にしやがった。出航の時にウィルソンとアンダーソンの間抜けどもが喧嘩してたが、フェリスの野郎がすぐに仲直りさせちまったせいで、それ以来教会みたいにずっと静かだ。船の積み込みを手伝ったっていう男と話をした。そいつは船に棺を積み込んだらしいが、まあそんな奇妙な話でもないだろう。だがある男はそいつに棺を特定の貨物層にきちんと収めるように指示をしたそうだ。ご丁寧な凝った。兵卒制度の棺ならそんな扱いはされないだろうな。そこで俺は思ったんだ。中には誰が入ってるんだろう。水通しは最低だった。ペルスは4杯飲んだら酔ったとほざいたが、そんなのは嘘だと言ってやった。あんなドブ水で酔う奴がいるわけがない。ペレスが言うにはくすねてきた材料を使って水通しを作ったらしい。あとで奴らと合流して試してみるつもりだ。水通し、ムーンシャインね。で、最後に14日土曜日。仲間の一人が棺がある場所をこっそり覗きに行ったらしい。何があったか聞いてみよう。そいつの手引きで俺も貨物層の中に入れるかもしれない。準備は整った。貨物層に入れてくれるらしい。俺たちは今夜そいつを覗きに行く。これでどうなったのか。で、続きがある。15日日曜日、計画は中止だ。貨物層に入れてくれるはずだったやつが病気になっちまった。ドクター・フィーネは仮病か何かだと思ってて、実際にそうかもしれないが、ミラが気になることを言ってる。あの場所は変だと。何が変なのかよくわからんが、あいつはいつも何かにビクビクしている。あんな奴と一緒に窮地に落ちるのだけはごめんだな。で、次火曜日。ペレスは仲間がまた密通しを作ったと言ってる。こっそり抜け出して酒を飲むような気分でもないが、他にやることもない。で、ニュース。今度の奴は前のよりひどかった。ペレスの言うことなんかまともに聞いた俺がバカだった。次、21日土曜日。昨夜はウォロウィッツと一緒に当直だったが、ビクビクしやがって。あいつがジャングルで行方不明になったジョーンズとか行軍曹の話をしなければ、こっちも怖くなんかなかったんだ。どうやら棺の中に入ってるのはジョーンズと部下たちで、俺たちと一緒にこうして帰路についてるらしい。俺はこっそり覗いてみると、港で話した男が言っていた通りだった。そこには棺が整然と並べられていて、その一つ一つに星条旗がかけられていた。棺に入ってるのがジョーンズなら、ご大層のことだ。かつてのアメリカ軍なら、誰も行方不明になんかならずに、一人残らず無事に故郷へ帰れたのに。これで終わりか。そうね、星条旗。じゃあやっぱり軍関係者か。呪われた異物とかっていう感じでもない。でもどうなんだろう。これを全部信じたなら。あとロッカー。ここもないかな。いや、やっぱ武器欲しいね。これみんな、うん、そっちか。どこ行ったかと思ったら。さあ次こっち。ここら辺、これなんかない?あった。さあまたフラッシュバック。予感はロック、置き合い。でもこれな、あれ見たからといって対策できないんだよね。どうせと。一応戦闘になるのか。で、こっち。ここもね、怖いね。手前、行けませんね。アングルが怖い。うまいよね、やっぱり。何?電気を消せ。
son. I'm gonna go get it. あのキャップか。チャンスだ。Now's our chance. Grab it. 取ってこい。怖えな、これ多分あれ取って脱出してクリアかな、ボリューム的に。隠れる、警告する、うん、警告、知らせよ。J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. We're gonna follow them. Don't let them out of your sight. What are we doing? I thought we were following them. Gotta keep our distance. This way we can get ahead of them. Let's hope it's faster. I got this.さすがアレックスってか、なんで先走ったの、わーっと計画がおしゃかだよ、もうおじゃんだよ全部。さあここも多分何かあるんでしょう、ドキュメントレイ。ここ暗いな、しかし、ちょ待ってね、部屋を真っ暗にしよう。よし、見えねえ。暗さに暗さで対抗する。あ、ここなんか理想。やっぱり。なんだこれ。What's with the makeshift chapel? Oh, good God. Why do I need to see this now? 内部メモ。全乗組員に告ぐ。残りの航海の間、エリア 7C が暫定的に即席の礼拝堂として転用される。全乗組員ともエリア 7C 付近を通る際は、死後および不敬な態度を慎むこと。署名、従軍牧師ムーア伍長。受品係、グイにも通達のこと。礼拝堂か、行くのかな、あるということは。と、待ってね、裏面。裏面、これ見れる？なんもなし。礼拝堂か。そのまんまなってんのかな？あ、でもなってるよね。残りの航海。到着してないもんな。行ってみる、部屋。他なし。今んとこ全員生きてんだけど、多分こっから殺しラッシュが来るんでしょう。キャラをゴミのように私は知ってる。アンティルドーンで知ってる。こっちなし。ここ右は、これはいけないか。分岐じゃない。それタイタニックね。正面、これ突き当たりで何もなし。あとやっぱ女性の幽霊かな、気になるのも。男の子と女性。Wait a minute. We've been here before. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? Come on, guys. We gotta keep moving. いや、来てないでしょう。
なんかあるよ。Jesus! God! Alex? What is it? 人内臓かな。見て、見てみろ。一緒にほら、共有しよう。恐怖を。See for yourself. Oh. 人の内臓なのか。これなんか医学部的な意見ないの？ないのか。とこっち。Hey! 黒板ね。According to this, today is beef casserole. Yummy. It's as if everything just ground to a halt on this one day. The whole ship just stopped functioning. ご飯スケジュール。これそうだね、自分が一番好きなの。ローストラムと新じゃがと人参、あとビーフの煮込み。そこら辺かな。あと日曜の朝、カリカリベーコンね。とスクランブルエッグ。で、それとこっちこっち。誰も行きたがらないこっち。ほら、なんかあんだよ。包丁か。これ持っとく？ Hey, easy with that. We shouldn't be screwing around right now.Nice blade. Could make a nice severance package for my assailants if you catch my drift. これそうね、あった方がいいよね。必要かも。I guess you never know. We might have to use it. よし。で、なんか知んないけど実績アンロック。キャンバスの大物。あれ、QT でミスって自分に刺さったりしないよね。そう信じたいけど。ここなんかある。ここに、2つかな。ちょっと待ってね。これは違うか。ここに1つ。鍋か。Soup du jour, mademoiselle? As if you know your way around the kitchen. Please, relax. Just messing around. 喧嘩しない。70年前のカピカピご飯。他もなんもないね。ああ、でもここにずっといたらあれか、お腹すくもんね、やっぱり。あと水分ね、水がない。それがやっぱり一番心配かな。ちょっと待ってね。ここのこっち側、ないね。ここなんだろうね。だいぶ荒らされてる。ずらしたのか。食堂か。で、さらに日記帳ね、ノートブック。見ていこう。6月18日水曜日。海に出てからさほど経ってないってのに、もう食い物にうんざりしてきた。今夜のクソみたいな夕食は冗談としか思えない。僕たちは与えられた材料でできるだけのことはしてるんだろうが、とにかく新鮮なものが食いたくて仕方ない。家に帰ったら、まずでっかいグラスに冷たいミルクを注いで、ぐいっと飲み干したいな。で、次6月19日木曜日。どの新聞もフィラデルフィアの虐殺のことばかりだ。俺たちが世界中を奔走しながら、自国の安全を守ろうとしている時に、故郷では人々が路上で殺し合ってるなんて、本当にイカれた話だ。そんな記事を読んだ後じゃ、ビルの一杯でも飲みたいところだが、最近は船長に気にされちまってる。今夜は羊を数えながら寝ることになりそうだ。そう、この話、自分ね、最初フィラデルフィア実験のことかなっていうふうに思ったんですよ。アメリカね、確か二次大戦中に研究していた実験で、船とか対象物に特殊な放射線とか、なんか電磁波を放つんですね。で、そうすることによって、もしかして透明にできたりするんじゃないかっていう実験。で、まあそこから先は都市伝説的な話なんですけど、実際にその実験中に戦艦がね、消えてしまったっていう話があるんですね。で、瞬時に何キロも離れた場所にパッと現れたかと思ったら、また消えて、元の場所に戻ってきて、さらにその時に乗っていた乗組員、なんかね、体が船と融合していたっていう噂ですね。アメリカの政府もなんかね、そういったオカルト的な実験をしていた時期があったっぽいですね。有名なところで言うと、スターゲート計画とか。で、次ページ。あるんだ。で、次、6月20日金曜日。船員たちが貨物船でちょっとしたレスリング大会を開いた。俺もいいとこまで行ったが最後はワグナーに負けて敗退だ。あんなでかいやつは失格にするべきだと冗談交じりに文句を言ったが無駄だった。とにかくあいつの強さは異常だ。きっと俺たちは違う食い物を食ってるに違いない。
で、次、6月21日土曜日。例のあの貨物船が行方不明になった部隊と何か関係があることは間違いない。部隊長のジョーンズは黄金像の部屋の伝説を聞きつけたらしく、その部屋一面には満州族の妖艇をモデルにした金木の像が並べられているそうだ。呪われた財宝という話もあるが、そんなのはどうせ迷信だ。ジョーンズの部隊がそれを見つけたのかどうかは知らないが、彼らは任務から戻ってこなかった。多分今帰還途中なんじゃないかな。黄金像の部屋、呪われた財宝か。インディ・ジョーンズっぽいね。おいで。他に、こう切って、そっち。そっちの奥、そう。そこね、ああ、また、絵だわ。予感なのか。ブラッド、彼を刺したのか。予感は6、穂の形状。これ待ってね、もう一回見ていい？手前のあれ誰だろう？あれよくわからんな、自分なのか。ただ服は違う、自分じゃない。一体誰か。今さら、びっくりした、びっくりした。何？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 ネズミじゃないもんな。通ってねえよ。What do you want to do? Turn around? We've seen all this before. Cool it, Jay. We don't have a lot of options. It's gotta be this way. え、ここ通った？いや、通ってなくない？ Okay, no. This isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels?Not my scene, you know? さあ来ました、教会かな。否定的。まあどうしよう、確かに気味が悪い。You're right. It's gross and it's crappy. Gotta get out of here too sweet. And we gotta find Fliss. Okay, so can we just get the fuck out then? と、あのもやか。これずっと残ってる。What is this? これなんだこれ。正気かな、正気体制3つまないと。Hey, we got a name on this guy. What are they even doing here? I don't think stuck on a ghost ship for all eternity sounds like a good plan, eh? Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. ブライアン・カーター。Will you please hurry, please? 陸軍とこっち。え、何、開くの？二人分の骨。本当に人間？ Look at this. It's insane. Is it even human? I mean, was it ever human? What is the deal with this place? That is some bad mojo, dude. Okay, leave. Now. Leave, leave, leave. あ、これ顔が二つあるのか。Okay, that's enough with the bone buddies. いや、なんかで絡み合ってる。なんだこれ。さあ残る2つ。Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. Yes, maybe that's little baby Dracula. Right there. And those are his parents, and they're lying in the dirt from their native country. And then they all jump on Conrad and eat off his face. The end. え、これ開かないの？何もできない。で、最後。Got some serious locks in these caskets.Why would they be chained and locked? Well, that's one way to end a relationship. ね、ここだけ。だいぶしっかりした錠前と鎖か。つまりこれ何かを封印してんのか。この棺だけと正面。
What's the matter? ここに何？なんかある？おお、ネズミかと思った。もうびっくりした。もう。What? Seriously? Are you trying to freak me out? Huh? Can we just get out of here? 人の顔に見えたんだけど、ああこれあれか、やっぱり幻覚の効果あるんだ、このガスに。どう見ても首だった。と、あと待ってね。他にないかな。もう棺桶。そしてやっぱこれね、これ気になるんだけど、開けていけない。子供用。子供用と見せかけてって話じゃない？多分。これね、おそらく何らかのミスリード的な仕掛けね、用意してるんじゃないかな。こう予想させて、実は違いますっていう。あると思う。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして、でまた次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回もオープン目段でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。